はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。近藤辰義様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。あれはたくちょ頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今時の20代、20歳前後の子はですね、8割以上が放送法64条知らない、テレビを買ったら NHK が来るっていうのを知らないっていう衝撃、とある若者から教えていただきました。二十歳前後の子ね。なるほどなぁ。でもやってもピンとこないわけだなぁ。親が払ってるって子も多いだろうしね。知らねえよね。テレビなんか興味ねえもんね。だいたいね。今日は弁護士先生と有意義に面談してまいりました。半日潰れちゃって、帰ってくる頃は真っ暗でしたけれども、まあ1時間ぐらいで、話は済んで、あと1時間雑談しちゃいまして、先生、結構喋ってくれて、で、やっぱり右の先生でして、超ベテランなんですよ。で、弁護士会が立ち上がった頃から知っててですね、弁護士会が立ち上がって、すぐに内部に共産党の組織ができたって言うんですよ。共産党員の弁護士の組織がすぐ弁護士会の中にできた。だからあいつら一生懸命勉強して入り込んでやがったんだよねーなんて。でね、共産党が勤勉っていうのは、悪魔は勤勉っていうことわざあんだって。欧米の方かな。悪魔は勤勉。でね、右側、こっち側がですね、いまいちのんきであったり、すぐ仲間割れ、分裂したりするのは、のんきだからじゃないかな。なんだかんだ言って、共産党が政権取りそうなんていう時は、こっちだって必死なんじゃないか、いう話でね。あ、そっか、ジャイアンツファンよりも、圧倒的に数が少ないタイガースファンの方が、熱心っていうのは聞いたことありますね。納得の お話でした。1時間ぐらい雑談してきちゃった。私、ペラペラ喋ったわけじゃないですけど、税収還元政策の具体的な内容が発表になっておりました。非課税世帯に7万円現金支給。課税世帯には所得税を人数かける4人定額減税だって、3人家族だったら年間12万円、の、所得減税。まあ、12万円以上払ってたらねっていうことなんですけど、払ってるよね、そのぐらいはね。3人家族で、年間12万円税金払わないことは可能かな？ちょっと難しいんじゃないかな。非課税世帯になっちゃうんじゃないかな、それだとな。まるっと無税になりますね、そういう世帯はね。世論です。うわ、めっちゃ助かるかもしれん。現金給付でよくね。子供が3人いたら、引くものなくね。っていうのは、子供3人もいると、まあ、5人家族だったりなんかすると、扶養控除だとか、その他で割り引かれて、税金払わなくてもいいんでねえのっていう話ですかね。年末調整、ややこしくなる感じ。年末にはこれ、実は間に合いません。来年の6月までは、ああ、やりたいねーなんて、のんきなこと言ってるんでね。うち子供3人だから20万。住宅ローン控除で所得税をほとんど納めてない世帯は恩恵なしかね。試験ですけど、まあ、来年6月までには、ボーナスの時期までにはって言ってたんで、この頃に実施かな。年越しには間に合わないみたいですね。年越し。一番苦しい年越し。安倍総理の時にやったみたく、素早く10万円一律給付でいいのにね。なんでこんなややこしいことになったかっていうと、増税メガネっていうあだ名を気にしてるから、なんでかんで減税しましたって立て付け、格好が欲しかったじゃないかと推測いたします。非課税世帯は8、9割が年金生活世帯なんですよ。こちらの方が熱心に選挙に行くから、優遇されるのはしゃあないですね。年収1008万円の、額面月給84万円。まあ、大体はボーナスとかで、ぐじゃぐじゃなんですけど、12で綺麗に割った場合は、84万円ってなりますよね、月給ね。ボーナスなしの場合。の手取りはいくらでしょうか？じゃがじゃがじゃがじゃ。答え、59万円。
25万円なくなります。税金、国保、年金引かれて、25万円なくなります。中でも国保が高いです。国保だけで10万円ぐらいだったかな。まあ私の議員時代の話なんですけれども、この辺の人はですね、4万円戻すって言われても、普段絞れるだけ絞り上がってて、まあ嬉しいですけどね。願わくば一回こっきりじゃなくて、恒久的な減税してほしい。実質税負担率 47% は辛すぎる。エンゲル係数 29% だし、使えんの 24% だけじゃんか。所得の 24% で、家賃も車も教育費もって苦しすぎるよ、いう話でね。今日の単身です。というわけで今日はちょっと、帰ってくるの遅かったもんですから、有意義なお話してまいりまして、まあ裁判のことについてなんですけれども、いきなり単身に入ってしまいます。7月の生活保護申請は22,600件で7ヶ月連続増加。まあ全てが通るわけじゃないでしょうけれどもね、生活保護受給は165万世帯で過去最多。5000万世帯中165万世帯って、3% が生活保護を受けてるのか、多いなぁ。100世帯に3世帯は生活保護なのか、多くねこれ。エンゲル係数が43年前に逆戻りじゃねぇ。生活苦しいよね。たくさんいらっしゃるですね、団塊世代さんが後期高齢者になりました。で、そのせいもあるかもしれないですね。まあ、年取って体が効かなくなってきて、どうにも働けねえわ。年金だけじゃ無理だしって。それだと、今後ますます増えることになりますね。せめてね、外国人の生活もやめろって法的な、根拠ゼロなんだから。GDP がドイツに抜かれ、世界4位となることが確実になりました。まあ、ドイツはですね、いくら儲けても通貨高になれない。ユーロマジックで壮大なズルしてますけどね。人口8000万ぐらいでしたっけ？人口8000万の国に人口1億2000万の日本が負けるのは悔しいですけれども仕方ありません。ドイツはズルしてますから。ドイツマルクだった時代はドイツがですね、儲けると、貿易で儲けるとですね、ドイツマルクが高くなりまして、通貨高、よその通貨より高くなりまして、価格競争力を失って、あんまり儲かんなくなるっていう自然のシステムが働いてるんですけど、ドイツはですね、ユーロっていう通貨使ってますでしょ。ユーロの価値はですね、EU 全体で担保しますんで、まあ経済的にさほどでもないスペインとか、ポルトガルとか、あとどこだ？経済的に大したことないっていうの。まあそういうとこが足引っ張ってまして、ユーロ高にならないですよ。ドイツがいくら儲けても、ユーロ高にならない。だからいつまでも安い通貨で、輸出が好調という壮大なズルしてますから、これ狙ってドイツは、EU 作ったんじゃねえかって思えるぐらいドイツに有利な。つまり、強者にとってより有利な、ルールです。ユーロマジックっていうのはね。これのために EU 苦労して作ったんじゃねえか、なんて疑わしくなるほど。世界銀行発表、日本の一人当たりの GDP は41位ルーマニアと同レベル。日本はね、同じ1000円で手に入るクオリティが段違いですから、生活レベル高いで、ルーマニアよりも。アメリカの調査では、富裕層移住先、希望人気ナンバーワンになってました。だから41位でいいよ、それでもそれでも。それに日本の貧乏人っていうか底辺はスマホ持ってる貧乏人だから、他の国で貧乏人っていうとトラックの下に寝てたりするからね、家族で。小野田君参議、私が邪魔で選挙区から追い出して全国比例に追いやろうとしている勢力がある。それは自民党の一部です。なんと、バラしてしまう。君ちゃんね、そいつらの名前もバラしちゃってええんやで、ええんやで。そうすると全国からですね、伝突が殺到するとは思いますからね。我々の君ちゃんに何すんだみたいなね。バラしてええんやで。岩手県花巻市で農地に熊対策のセンサーライト取り付け中の男性88歳。
熊に襲われ顔を負傷し救急搬送。なるほどな、熊対策が必要なわけだわな、けど88歳でまだお元気で働けてんのか、ええー、なー、農家はいつまでもできてええー、ですね。実はですね、職業別の日本でね一番人が亡くなる職業は何か、農業なんですよ。自衛隊でも警察官でも消防士でもない、農業、林業なんかも危ないですけど、漁師でもない、農業が一番死亡率が高い。それはなぜか、皆さん高齢化してからです、何も台風の時に田んぼを見てくるっつっていなくなっちゃうおじいちゃんとか、そんな人ばっかではありません。秋田県、熊駆除のための弾丸台を補助すると発表。本年度の秋田県の熊被害は46件、53人。53人も怪我してんのか。秋田県って90万人ぐらいしかいないですよね。秋田県知事、熊がかわいそうという電話の相手してたら仕事ができない、役所の営業妨害だ、ブチ切れのご様子ですね。秋田の子供の安全よりですね、熊が大事、熊がかわいそうなんていう人出なしはですね、熊駆除妨害罪条例っていうのを作って秋田県でね、きつーく罰してやったらいいんじゃないでしょうか。熊駆除妨害罪っていうのを秋田県条例で作って、伝突してきたやつ、2回以上伝突してきたやつから罰金10万円とかね。私議員時代にですね、公共物に落書きは、10万円罰金になっている条例ができまして、この10万円っていうのは自治体最高額だって、他の自治体はですね、5万円とかそういうとこ多いんですけど、もう落書き許さねえという高野区長、今は亡き高野区長の強い意志で10万円っていう、したらいっそのこと100万円とかにしたらいいんじゃないのかな。最高額だから、最高額、100万円って設定しといてビビらしといて、まあ実際にもらう罰金は10万円とかでも縁でないのかな、ちょっと思った覚えがあります。ガソリン、電気、ガス料金の補助を来年4月まで延長すると発表。ああ、意地でもトリガー条項は発動させない気だな。補助金の効果が消えないうちに選挙になるかもしれないな。衆院の任期満了は2015年10月。2021年に選挙やったんで、2025年、再来年の10月まであります。別に解散戦でもええんでないのかなって思いますけれどもね。今年年末、解散って噂が永田町に流れてるようですが、で、野党がバタバタしてるようですが、私はないと思いますよ。今の支持率じゃ無理だろ。この減税とかを来年6月ぐらいにやって、ちょっと人気取ってから、持ち直してからやるんじゃないのかな。最高裁判決に従わないと宣言したデニー知事に問責決議案が沖縄県議会で出されました。惜しくも一票差で否決されました。全然オール沖縄じゃないですね。一票しか勝てないったら全然オールじゃねえじゃん。デニーの支持基盤よは、次はパヨ知事擁立は無理なんじゃないのかな。まともな知事が誕生するんじゃねえのかな。オール沖縄も高齢化でもうダメでしょ。全国1700自治体中、10年前より外国人住民が倍以上になった自治体は280ある。5% で騒ぎ出す、10% で暴れ出す。だぞ。私の経験から言うと。2015年から去年までのソーラーパネルの飛散や倒壊事故件数は90件。パネル設置は建築基準法の対象外とした民主党のせい。だから、適当に建てても別に構わない。こいつら日本をダメにすることだけは優秀でしたね。立憲と共産、次の衆院選でも連携することで合意。ああ、とうとう、しちゃったんだ。唯一の支持組織の連合、怒るでこれ。下手すと応援してもらえないかもですね。連合は立憲のしつけなってないよ。連合の政治部が立憲でしょうが、しつけなってないな。
立憲共産連携を受け、玉木民民代表が予定していた泉健太との面会を中止、向こうが我々から遠ざかっている共産と協力するようなとこと話しても互いのためにならないとも言ったみたいであります。稲田ジェンダーともみ議員、保守とは寛容で人に優しく多様性を認め謙虚さを持ち、先人が積み上げたくともに権威を払いつつ未来に向けて断固改革を進めていくこと、まあ要するに寛容で多様性で、謙虚で温故知新みたいなことを言ってますけれども、寛容の英語リベラルだよね。多様性、随分パイっぽくなりましたなーって、なりましたなー、私が日本改革党って、名前にしたのはですね、現状を変えていかないといけないって思ったからですね。9条破棄、スパイ防止法制定、外国人生活保護廃止、NHK 撲滅、不法滞在撲滅、変えなくちゃいけないことが山ほどあるんで、日本改革党っていう名前にしたんですよ、私は。なんか日本保守党と真逆で、一見左翼っぽく見えますけれどもね、日本改革党なんていうの、変えなくちゃいけないところが山ほどあるから改革党って、いたしました。これは前にも喋ったことはあっかもしれませんけれども、というわけで、メール党員さん大募集であります。メール党員さんになってもらって、日本改革党をご支援ください。月額990円。で、ためになるメールが毎日届きます。目にしておくべきニュースがババババッとこの通り、このメールを読んでですね、知った内容で、友人知人にマウント取ってください。マウンティングしてください。皆様はマウンテンに登るクライマーです。マウンティングする人クライマーっていうのかな。そういえばマウンティングって一体何なんだ。マウンティンニストとかは言わないよな。やっぱクライマーでいいっすね。マウンテンだから。というようなわけのわからないことを5つ。デトックスジャパン。